研究室にて、2006年、原賢治は、日本のドイツ文学者で、近代のドイツ・オーストリア文学、文化史専攻。ヘルマン・ヘッセ、ローベルト・ムージル、チャールズ・シールズ・フィールドの研究で知られた。晩年は、沼田博之らと共に、ヤーコップ・ブルクハルトの、イタリアルネサンスの文化工程版編集に心血を、注いだ。1951年、仙台市に生まれる。 父は建築業であったが、京都大学経済学部の出身で、室住祖春文下の廃人でもあり、その影響により、幼い時から文学に親しんだ。宮城県仙台第二高等学校の頃から、ヘルマンヘッセの小説を愛読。病気休学のため、高等学校を一年遅れで卒業し、東北大学文学部に入学。ドイツ文学を専攻し、1974年に、 卒業。同大学大学院に進学した後、ヘッセの長編、ガラス玉演技についての論文で高い評価を得た。この頃から、オーストリアの作家、ローベルト・ムージルと、その代表作、特性のない男に強く興味を持つようになる。博士課程を中退して、1977年、東北大学文学部ドイツ文学研究室助手に採用される。 1978年、筑波大学現代を、現代文化学系助手に移動。同時に、ドイツ学術交流会留学生に採用され、80年まで、ボン大学、ザールラント大学に留学して、ムージル研究を行う。1981年、筑波大学講師。1986年、東北大学文学部ドイツ文学研究室助教授となった。 1995年、教授に、承認。1997年、大学院重点化に伴い、東北大学大学院文学研究科ドイツ文学、専攻教授。ムージル研究のみならず、オーストリアの得意な作家チャールズ・シールズ・フィールド、研究でも、国際的に知られるようになる。シールズ・フィールドは、メッテルニヒの反動的な時代に、アメリカに亡命、アメリカ人になりすまして、 ヨーロッパに戻り、スイスでアメリカをテーマにした小説をドイツ語で書いた作家である。亡くなる前の約10年間は沼田博之東北大学名誉教授らとともに国際的なプロジェクトであるヤーコップ・ブルクハルトの皇帝版全集のイタリアルネサンスの文化編集に没頭していた。2006年にはスイスの国際学会でブルクハルトに関する研究発表を行い、 高く評価された。この間、19世紀からムージルに至るオーストリア小説研究によって2003年に九州大学から博士を授与された。2006年末から膀胱癌を患う。闘病生活の中で3冊の著作をまとめ上げた。そのうちの一冊ブラウトでビンディスはドイツ語で書かれた小説であった。若い時のドイツ留学中から執筆を開始していた。 ものである。2008年、現職のまま、仙台市の東北大学病院で死去。完成原稿で残された3冊の遺作は、日本、ドイツ、スイスで出版された。ブルクハルトの、イタリアルネサンスの文化は、死後10年を経て、2018年5月に刊行された。A1、ハラ、フォワード、アファンハイトウントアンビバレンズ。 ライター、イッシュマダリールンホンゴシシュタウントポリティックバイ、ゲーテ、シールスフィールド、ムーゼルウントバークハート。ありがとうございます。